どうも、エルザレッドです。では、レッドデッドリデンプション2続きをやっていきたいと思います。一応今雪山から降りていって、移動をしているところになりますね。大丈夫には見えんやろね。おう。はまったね。え、こんな簡単にはまるもん。こっちか。ほう、服装変えれるのか。
危ない、話に夢中になってたら道間違えちゃった。これで植物が取れるようになったのかな。いやー、それにしてもだいぶはぐれた感じだね。右か。あ、来た来た。これ無視してたらどうなんだろうね。お、なんかできてる。お前が言うか。ああ、寄付ね。
すげえ言うやな。チャプター2、ホースシュー高台。危ない、噛むとこれやった。さあ、チャプター2入りましたね。お、でも数週間経ったと。いやー、綺麗だねカメラ、はい、という感じでチャプター2入りましたね。ちょっとひげ剃れるってことなんで剃ってみましょうか。あ、間違えた。どうしても丸を押す癖があるんだよね。さあ、あ、へえ、口だとここだけか。おお、すごいね。ミスターサタンやね。ここ、あ、こう。こう、きつっていいかな。こんな感じかな、帽子が合うって考えたらね、いい感じだね。あと服装も、写真、これは誰、誰なんだろう。銀行ね。髪が伸びてきた。髪の。ほう、これはアーサーの血、へえ、飼い犬、ほう、ってことはこれお母さんってこと、まあ、ちょっとわかんないね。ああ、一応マニュアル的、おー、取る取る、
じゃあこれも取れるってこと？あ、戻すんだね。花。細かいねー。服着替えれるんだね。あ、どうしても丸を押すの。コスチューム、ガンマン。夏。冬。グリズリーとかあるんだね。かっこいいね、これね。担当さん、ガチャのコスチューム。おお、結構いろいろあるんだね。はあ、はあ、なしもできると。面白いね。馬に積んだりできるんだ、寒さに。面白いね。さあ、いろいろしたが。なんか歌声が聞こえるね。これかな？シチュー。まそう。そんな食べ方？いや、あんた捨てたよね、今ね。コーヒーもあると。コーヒー美味しいよねー。食事をしたし、ここは何だ？アップグレード。バッグあるじゃん。ああ。あ、裁量と変えるんだ。寄付。なんか出てきた。もしかして全部寄付した感じ。まあいいか。あとはこれか。イテムを。まあ。ああ、そういう感じなんだ。寄付できるものがもう決まってるんだね。じゃあ、寄付しようかな。
ていう感じでちょっと寄付はしたんだけど、馬は、あ、いたいた。お前毎回そしてんな。さ、アイテムが結構いっぱいだったんで、何しようかな。基本的には意外とこう走れる機会少ないんだね。お？あれ？おじさんいたっけ？いたいた。方向しかたよ。はい、ということで、なんかこの後起きそうなんで、一旦今回ここまでにしようかなと思います。まあ話メインだね、今回はね。という感じで、次回街に行こうと思うので、またそこからやっていきましょう。ではチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。それじゃ、またねー。